はい、皆さんこんにちは。今回はですね、このバラバラになってます、ちょっとテンション上がってね、先にバラバラにしちゃいましたけども、バラバラになってるナイトガンダムですね、 SDCS のフレームを仕込んだナイトガンダムの続きやっていきたいと思います。今何をしてたかというとね、色をねちょっとどうしようかなと思ってまして、設定色と一緒にしてしまうと、なんかこうね、体がこう機体が大きくなってる分ね、こう単調になってしまうんじゃないかなと思いまして、このお腹ですね、このお腹の赤い部分とかは、普通のねナイトガンダムでは設定では銀色、ここもこの黄色も全部銀色なんですね、ここだけ青いだけで、ですが、ちょっとね、色をね変えていこうかなと思っております、自分なりにですね。で、ちょっとねバラしながらどうしようかな、まあね、こういうバックパックとかね本当はついてないものもついてますんでね、ちょっとどうしようかなと思ってやってます。とりあえず銀色のとこはね、面出しをして、まあ、ここら辺もちょっと汚いんでね、綺麗にしてやっていきたいと思います。それでは塗装していきましょう。はい、完成しました。塗装ね終わったんで、もう組み込みました。こんな感じになっております。顔もねちょっとちっちゃくなってね、手足も伸びてスタイリッシュなナイトガンダムね。ヘルメットちょっとグラグラするんですけどね、顔はちっちゃくなったもんですね。こんな感じになっております。またねぐるっと回したのつけておきますのでご覧ください。でね、私結構ねこう SD 系って好きなんでね、よくプライベートではよく作るんでね、またサブチャンネルとかでもね、どんどんそういう素組み動画はメインチャンネルではねあんま上げないでおこうと思っておりますので、素組み動画はねサブチャンネルで上げてますんで、よかったら見てください。で、素組みしたやつとかね改造しますよとか、まあこのナイトガンダムね、なんちゅうんですかね、このネタバレ的なことを言うと、まあ後でつけましょうかね、ダメなんかもしんないですけどね、このマーク名前言っちゃいましたね、マーク3ですね、ナイトガンダムの別世界での姿でしたっけ、まあそういうのもねやっていこうと思っております。見せましょうか。はい、こんな感じでね用意してますんでね、またご覧いただければなと思います。それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。それではさようなら。